皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、女性の企業集客にはノウハウだけではなくメンタルの調整が必要なわけということについてお話をしたいと思います。私は経営の方のコンサルタントになりますので、当然その企業ないしは集客っていう部分の、コンセプト作りであったりとか、集客のための動線設計とかですね、実際にその集客をどういうふうにしていくかっていう、戦略の組み立てとか、それを実際にどうやって動かしていくかっていう運営の部分ですね、これを見ていくのが私のメインのお仕事になるわけなんですよね。ですから実際の数字の話であったりとか、ノウハウ的なものですね、いわゆる集客のノウハウというものは、当然お教えしているわけなんです。ただ、私自身もそうなんですけれども、おそらく、男性女性ということで言えばですね、女性の企業ないしは会社運営というか、自営の運営をしていく上では、メンタルの部分の要素が非常に大きな要素になるなっていうのは非常に感じていて、要はそこが整わないと前に進めない場合もありますし、そこが整わないと後退するケースもある。後退っていうことは廃業っていうことも考えるっていうこともあるので、私自身が採用している方法っていうのは、依存はさせないんだけれども、自立させるような方向への、導き、問いかけ、叱咤激励ですね、これをコンサルの中に入れ込んでやっているっていうのが、多分ちょっと普通とは違うかなっていうところだとは思っているんです。で、今日は改めてですね、ノウハウだけではなぜダメなのかっていうことを、どういうところで、皆さんが止まってしまったりとか、それを乗り越えるためにはどうしていったらいいのかっていうことを、ちょっと実際に体験している部分とかもあって、それを読み解いていこうかなと思うのが本日のテーマになります。はい、それではですね、実際に本題の実例とともにお話をしていきたいと思います。まず起業っていうレベルのところでのマインドがどういうところで、障害になったりとか、あとはうまくいかない要因になるかっていうと、多くはですね、ゼロからの人っていうのももちろんいます。主婦からの方っていうのもいらっしゃるんですけれども、パートをやっていたりとか、会社員からの転職というか自営への転換っていう時に大きく多分立ちはだかってくるのは、ご主人とのお話し合いの部分でですね、特に経済的な不安とかになりますね。夫婦として家を保っているわけですからね。だからこの辺りとかは、貯蓄をどれぐらい持ってるのかとか、それをどれぐらいまで食い潰しても大丈夫なのかとか、あとはどれぐらいで軌道に乗せるのかっていうビジョンをですね、男性の場合数字として多分見せないと納得しがたい部分があるっていうのは、私自身が右脳も左脳も両方使う人間だから、それはとてもよくわかります。ただですね、それを逆にやっていく、説得するのが苦手なのが女性の部分なので、感情でどうしてもお話をしようとすると、男性は理性で、じゃあ数字見せろよって言われるとできないよっていう、ここが話し合いがうまくいかないケースがあるので、その時にマインド的に何が必要かっていうと、この見解は他の方が言ったり、心理カウンセラーの方が言ったり、違う経営コンサルタントの方が言えばまた違う見解になると思うんですけれども、あくまで高橋貴子の経験値とあと持論っていうことでお話をしていくんですが、その結論はですね、その起業したい皆さん、女性の、奥さんの方になるんですけれども、その方がどれぐらいやるっていう覚悟をご主人にきちんと伝えるかっていうのがまず第一になりますね。当然その覚悟の中には、数字的にどう組み立ててってるのかっていう事業計画書的なものですね、これをきちんと示すことだから、これも覚悟の一個になります。集客もできてないのに、そんな数字作れませんって言うのかもしれないですけれども、そういう状態では全く説得はできないですよね。本当にそれができるできないは別としても、その
覚悟としてその数字を見せるっていうことは、どういうふうに動いていこうかっていうのを少なくとも下調べとリサーチはしなくてはいけないわけで、実際に動いていかない場合ありますよね。 ありますよ当然。だけれどもその覚悟をまずは見せないと、男性は納得しないだろうっていうことがまず1点です。あとはもう1点が、これはまた違うメンタルの部分の分析になるんですけれども、奥さんであるあなた自身が不安そうな顔をしていたら絶対に旦那さんは反対します。不安なのは分かるんです。だけれども不安そうな顔して、でも独立したいんです、うまくいくかどうか分からないけれどもって不安いっぱいっていう顔して話し合いとかをしたら、まあ間違いなく反対されますね。男性はやっぱりその、まあ、奥さんっていう人をそこにめとってるっていうことは、その方自身はやはり愛しているから一緒にいるっていうケース、まあ愛しての愛までいかなかったとしてもおそらく居心地がいいから選んでいるとか、まあ、いろんな事情があると思うんですけど、まあ、どんな事情であれその自分が好きである人が幸せでいることを願ってるから、まあ一緒にいる、まあ、願ってなければ離婚してるわけですからね。だからその人が不安そうにしていてうまくいくかどうか分かんないっていうような不安いっぱいな要素で、でも私は好きなことやりたいんですって言われてもですね、そこはやっぱり通じにくい一面があると思います。じゃあどうすればいいのよって言ったらですね、まあこれができるかできないかはあるとしても、まあ、はったりっていうわけじゃないですけども、少なくとも覚悟は見せる必要がありますよね。だってうまくいくかいかないかなんてやんないと分かんないからですね。でもうまくいく前提で私はこうしたいでこういうふうにやるつもりですっていう、まあ、計画もね、まあ、突っ込まれたらそれなりに突っ込まれたなりのことを答えられる程度のリサーチはしないといけないんですけれども、こういう方法とこういう方法とこういうふうにやっていく予定っていうこと でそれがうまくいかなかったらっていうのもやっぱり言った方がいいですね。うまくいかなかったらこういうことをする予定ですっていう、やっぱ覚悟を見せてない方が非常に多いなと思いますね。反対されないケースは何ら問題ないです。反対されるようなケースはやっぱりそれを説得するだけの相手もこう自分の生活かかっていて、その人の生活も場合によっては脅かすことになりますよね。そちらの方の企業の稼ぐ速度がうまくいかなかった場合には旦那さんのお小遣いが減る、ないしは自分の遊興費が減る可能性もあるじゃないですか。経済ということから考えた場合には当然反対はされますよね。でそれをじゃあ負っただけの自分のメリットはどういうメリットがあるんだろう、自分にとって、どれだけいいことがあるんだろうっていうのはやっぱり示してもらわないと、今までと生活が変わるっていうことに対する不安を取り除いてあげなくてはいけないのに、自分自身がその不安ですっていういっぱいの顔をしたら、まあ間違いなく反対されるっていうことですね。だから少なくとも自分は自分のことを信じてあげて、絶対にうまくいく、うまくいかせるんだっていう自分への信頼感がなくては多分説得はできないだろうっていうふうに思っています。ちなみに私の場合はどうだったかっていうと、まずもうやると決めたことはやることになっていてですね、それは反対っていう余地がないっていう感じが今までの私たちの、まあ、積み上げてきた結婚してない時期の付き合ってる時期とかでも職場が一緒だったものですから、仕事に対して取り組む姿とか、まあ裏表がない状態でそのまんま行くっていう姿とか有言実行ですね、その姿とかは全部見てきてるので、もう言ったら覆さないだろうっていうことがまず1点と、あと言ったからには何が何でもきっとやり通すんだろうなっていうのが彼には分かっていて、まあこういうふうに独立をしたい、こういうふうにするつもりだっていうので、万が一うまくいかなかった3年は見てくれと、3年経ってうまくいかなかったら新聞配達は大嫌いなんですけど、新聞配達をしてでもお金は稼ぐからっていうことを宣言して独立をしています。でその時に彼に言われたのは、もうどうせ決めてるんでしょって、だったら俺が何を言ってもやるんだから反対をしようがないから好きなようにやったらいいって言われたのが、まあ、彼からのセリフでしたね。まあ、その分3年っていう期限を作って
実際に元に戻すっていう約束をしているわけなので、まあそれは3年必死に働きましたけれども、元に戻し、その後もずっと続けて独立自営で仕事はしているっていう状態だったので、その覚悟を見せるっていうことはもうがむしゃらにやるしかないっていう、そういう状況。まあ当然準備は やるんですけれどもね。だからこの辺りとかがまず出だし弱いと、まあ、ご主人に信じてもらえないし、うまくいきにくいっていうところがある。まず開業時の部分のお話ですね。そして、集客、その出だしの集客なんですけども、まあ、コンセプト設計とか、私はなるべく売れるように、いろんなデータから考えてここかなっていうところはご紹介するんですけれども、当然ですね、それはその方にとっては初めてやることで、私も全くやったことがない業界領域とか全くやったことがないコンセプトだったら当然初めてのことにはなるので、 100% うまくいくなんていうのは誰も言えないし、確率が高い方法は教えてあげられますけどもね。だからといって嘘も言えないんですよ、私ね。 100% 大丈夫、絶対にうまくいくという言い方はできません。確率が高い方法は教えるし、一緒に可能な限り頑張るし、仮にうまくいかなかったとしてもすぐに修正をするっていう、結果がそういう結果だったって言って直すっていう、そういう準備はあるということは伝えるんですけど、うまくいきますよっていう、こう精神論でどうにかしようっていうことはしないタイプのコンサルタントです。ただその方が、まずこれでうまくいくんでしょうかっていうふうに言ってる場合に、いつも言うのが決まっているのが、あなた自身が、あなたがうまくいく、絶対にうまくいくっていうふうに、少なくとも自分が自分を信じてもらえない限りにおいては、私が仮にいくら信じたとしてもそれは決してうまくいかないっていうことは言ってます。まず自分自身が自分をしっかり信じる、まあこれは開業時も一緒なんですけど、新しくコンセプトを作って初めて集客やるっていうところでも必ずうまくいく、必ず人に分かってもらえるっていう、まずはそこの視点がないと、まあうまくいかないっていうのが次の段階での自分を信じるマインドですね。ここも弱い方も結構多いです。ここがねないと、やっぱり説得っていうわけじゃないんですけど、人の心を動かす大きな要因っていうのは、まあ、情熱とか熱情だったりするんですよね。その事業をどれだけ愛してるか、ないしは自分はそこにどれだけ思いをかけているのかっていうのがない、弱い状態だと、今サービスは何でもあるので選べるんですよね、あなたのサービスじゃなくても。だからそのサービスを選べる余地がお客様にはあるっていうことを考えると、少なくとも自分自身は自信を持って外に向けて、やったことがないことでもできますと、頑張りますというふうなところをまずスタートラインにしないと、まあそれから先の集客自身も折れるシーンが結構多いですから、予定通り集まらないケースだって当然あるわけで、その時にまた不安に思うとまたそれが現実化してしまうので、最低でもスタート時は一番うまくいく、 100% うまくいく未来を想像しないとまずはうまくいかない。そうでなくても減ってしまうのが通常の現実の世界ですからね。少なくとも一番いい状態を想定する、これもマインドの部分になるので、そういう話もしています。そして、集客やり始めました。SNS も使ったりとか、まあ、ホームページ作ったりとか、いろいろこう外向きの発信のツールは整えていくんですけれども、その時にもまた心が折れたりする方は多いです。やり始めで、量がいってない場合には、世間からは認知されないサービスとしてただ立ち上げただけなので、その作業が途方もなく、こう無意味なものに思えてくる時があるんですね。そうすると自分はこれをやってて本当にいいんだろうかっていう時も、やはり自分を信じる力がなければですね、それ以上先のことを続けることができないんですね。まあ、一番そのケースが多いので、ブログ集客とかホームページでの集客っていうのはものすごくね時間がかかるんですよ、認知されるまでに。ただじわじわゆっくりゆっくりファンが増えてったり、信頼残高が上がってったりっていう集客だと、あるブレイクポイントがあった瞬間にガッと上に上がることができる。これが我慢できるかどうかなんですよね。業種業態と内容によって半年で行く場合もあれば、1年2年かかる場合もあるんですよ。なのでそこが芽が出ないけれども、やめてはいけないんです。
方法は基本もう定番セオリーなんで、そこは正しいんですよ。だけれども成果が出ないとものすごく焦るし、不安になるんですね。そうするとますますそれをやらなくなるっていうのが一番良くなくて、どういう状態でも淡々と続ける。で、それの成果を早く欲しいのであれば、ネットとリアルっていうのは同時並行で動かなくてはいけないので、リアルもいろんな動きがあります。実際に例えばチラシを作って、そういうものを訪問して、そういうサービスを受けてくれそうなところに行くとかっていうリアルですね。私はネット集客も教えますけれども、普通に営業職をやっていたので、飛び込み営業なんていうのを普通にやってましたからね。サービスっていうのは伝えようと思ったら、どこに行くかっていう、効果がないところに行ってもしょうがないので、効果がありそうなところに行くっていうのは全然ありの話で、そこまでやりますか、やってますかっていう話をすると、いや、それはって言うんですよね。それはっていうのであれば、違う方法でやるっていうことか、そのネット集客の部分の量を上げるとか、ある程度皆さんが新しく事業を始める上で想定している量が、目測が甘いケースが多いです。想定しているよりも世の中には同じサービスを行っているようなタイプの人は山ほどいるので、その中で選ばれるっていうことはどれぐらい大変なことかっていうのをわからないで起業してるケースとかが多いと、その淡々とした作業に対して心が折れたりとかですね、じゃあ外向きに働きかけようかっていうのが心が折れたりするんですけど、この時にもうどんなマインドが必要になるかっていうと、このサービスは絶対にこの領域の人を幸せにするっていう情熱がない限りは、無理ですね。だから単にお金が稼げるだけとか、単に会社が嫌で辞めたとか、職場環境が嫌で辞めたっていう方がここ乗り越えられないケースが多いです。結局逃げただけになるので、課題としてクリアできていないから、その時にやっぱり辛いことがあると、そこでまた心が折れるから、結局そこでも起業もできないので、会社員よりもはるかに多い自由と、経済的な自由と精神的ないしは時間的自由を手に入れることはできるのが自営になるんですけれども、そこに至るまでそれなりの苦労はあったりとかする場合もあります。トントン拍子にポンポンポンってうまくいっちゃうタイプの方もいらっしゃいますけれども、それは稀ですね、結構。だから実際にやり始めたところでまた心が折れるっていうケースとかがありたりとかしますね。あとは今度、じゃあ集客ができたとして、制約ですね、実際にそれを決めていくっていう段において、またお客様と折衝交渉がある時に、ここも上手に、うまい状態で騙すとかっていうことではなく、お客様の心理を読み解きながら、納得いくように流れを持っていくって、これちょっと営業の方のテクニックに近いものがあるので、そういうことをやったことがない方は不用意にお客様のところに踏み込んでしまって断られたりとか、そんなに熱がない方を無理やり入会させたりとかして、入れた後に結局苦労する方とかも結構いらっしゃるので、この駆け引き的なものは営業センスとして、やってなかったものであれば、やはり別途学ぶ必要があるっていう、そういう項目になりますので、ここの段階でこんなことを言われちゃいましたとか、やっぱりこれでまた心が折れるようなケースとかあったりするんですね。ですから、制約のシーンでもまたあったり、あとはその方をまた受け入れた後とかにも、またその方にこういうことを言われました、私はそんなつもりはないのにっていう、実際のこう人間関係の、イメージの行き違い、かけ違いとかで、言葉の使い方を間違えると、お客様が怒るとかクレームになるとか、でそのクレームも逃げてはいけないんですよね。やっぱりもう真っ先に対処しなくてはいけなくて、クレームっていうのはこう自分が足りてないものを見つけた人がそれを言ってくるっていう、ある意味業務改善の一つの大きなヒントになるので、そのクレームっていうのは真っ先に解決するべき内容なんですけど、言われたっていうことでショックを受けて2日間ぐらい寝込むとか、そういうタイプの方もいらっしゃるんですけれども、やはりここもマインドは鍛えていかなくてはいけないっていうことなんですね。だから起業開業っていうのはもちろん夢が叶うっていう楽しい側面はあるんですけれども、そのノウハウだけではうまくいかない、
おそらく私はむしろメンタルの方が大事だと思ってて、へこたれてしまうとそこで動きが止まるので、まあ、へこたれないで、じゃあどうしよう、こうしようって前に進む求心力ですね。むしろこちらの方が起業するないしはした後とかは大事なんじゃないのかなと思います。特に女性の場合には感情の部分で左右されると手が止まるケース、ないしはもう落ち込んで全く前に進めないケースとかがあることを考えると、メンタルが実は8割ぐらいじゃないかって思ってるぐらい、そこにノウハウが2割ついてくるかなぐらいのイメージなので、メンタルの調整っていうのは一人でできればもちろん一人で構わないし、私のような例えば並走するコンサルタントないしはまあカウンセラーでも構いませんけれども、そういう方と共にやっていくのが向いているっていう方は、まあ、そちらを考えながらっていうのも一つの道になります。ですのでノウハウばかり学んでいる方っていうのは早く実践に入る方がいいです。実践に入るといろんなトラブルとか精神的なものを鑑みるケースとかが増えてくるので、その時に初めて自分の力、自分力とかっていうのを試されることがなるので、そこを乗り越えて初めて起業家、まあ、ないしは経営者として成長していける節になるので、ノウハウだけ学んでいても仕方がなくてですね、実践をして心が折れるようなところをまた立ち直ってっていう、このプロセスをしていくことが、まあ、起業をしていく上でどうしても必要になることと、またそれを乗り越えれば自由が手に入るっていう醍醐味になりますので、メンタル、マインドの部分、戸惑う部分があった場合には、まあ、そんな話を思い出していただいて、今が乗り越え時だっていうことで頑張ってみていただければというふうに思いまして、今日のお話をしてみました。それでは。